皆さんこんにちは、ボンド大阪岡です。今日は日本を飛び出しアメリカのカリフォルニア州にやってきました。こちら見ていただいたら分かるようにアメリカの炭造ホイールで有名な HRE の本社に来ております。今日は何かというと HRE のホイールをつけた車ばかりが展示されているオープンハウスというイベントに来ております。すごいあったかいと思ったんですけどめちゃめちゃ寒いです。とりあえずちょっともう上着もないんで頑張ります。では行ってみましょう。それでは早速気になる車をチェックしていきましょう。あ、これですか。すいません、ちょっとあまりに寒くてそこの売店で買っちゃいました。さあ、それでは暖かくなったところで見ていきましょう。まずこちら、ボンドグループでも入庫率が今後上がるんじゃないかという488ピスタですね。で、ホイールの方なんですけど、HRE の T1SC シリーズ新作のやつです。こちらを、20インチ、21インチで装着しております。まあ、ちょっと車高もローダウンしてって感じなんですけど、まあ、結構今後オーダーされそうな車なので一応オフセットもチェックしておきましたので、まあ、作るときは正直もうちょっとパツパツでいきたいなと思います。やっぱ濃いですね。では次の車見てみましょう。続いてこちら、なんかすごいパステルカラーなポルシェがいっぱい並んでおりますが、まあ、その中でもあるのがこちらですね。 GT2RS、 こちらも新作の P1SC シリーズの方装着されてます。インチは前後21かな。でも21ですね。はい、ではこちら最近ボンドグループでもちょっとカスタムの依頼をちょこちょこいただいているマクラーレン 720S、 こちらも HRE のホイールが装着されております。ちょっと車高も気持ち下がってるような感じで、ブルーにゴールドのホイールがかっこいいですね。これデザインなんでしたっけ。知らない。これ編集で入れてもらう。編集で入れてもらう。です。こちらHRE とかアナーキーでおなじみのタンブルブラッシュドストーンフィニッシュの方になっておりますね。天面も同じフィニッシュになっております。で、インチはフロント20のリア21インチですね。何喋ってるんだ。彼らがアナーキーホイールのブースです。アナーキーはHRE の工場で作っておりますので、まあ、もちろん今回のオープンハウスには出店しております。ではちょっと早速ブースを見ていきます。まあ、以前より発表してましたレトロシリーズですね、こちらの方も展示しております。はい、では車チェックしてみましょう。はい、まずこちら R8、 変更の R8 で、ホイールこちらアナーキーと、アナーキーのこれワンピースモデルになりますね。で、エアロの方はカーボンの1060インダストリーズのカーボンパーツの方を装着しておりまして、まあボンネットだったりフロントリップ、サイドスカート、リアディフューザー、リアウィングなど出しております。なかなか現行 R8 カスタムされる方少ないので、今ガッツリやると日本でも目指しそうですね。なんと社長の彼女の車らしいです。はい、じゃあこちらマクラーレンの 570S ですね。まあ、ローダウンしてアナーキーのホイール入れて20インチ21インチの方で入れております。結構今オーダー入れてるんで、こうやって完成品を見れるのはかなり勉強になりますね。フィニッシュは
マットブラックディスクが、マットブラックでリムがブラッシュド、ブラッシュド？ポリッシュスモーク？ちょっとわかんないですけど、ブラッシュドブラックですね。で、カーボンパーツがリアウィング伸びてのほうついてます。これから日本でもマクラーレンカスタム流行っていくといいですね。このような感じでアナキーブースは458マクラーレン 570S ポルシェ 991 ターボ S RE の4台展示しております。撮る側もちょっとグダグダで申し訳ございません。まあでも言えるのはあのアナーキーと HRE の、 あの商品のクオリティはすごいいいっていうことですので、はい、また日本でもどんどん、オーダーいただければと思います。それでは今日はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。